今日はどんな楽しいことが待ってるのかな。もじゃくり君、もじゃくり君。なんだよチェイサー、大変だ、あっちの方で無人のバイクが暴走してる。え、マジで、何それ、見に行こう見に行こう。俺様の名前はレーザーだ、みんな引き殺してやるぜ。うわー、助けて、引かないで、逃げろ。世界は俺様のためにあるんだ、やりたい放題やってやるぜ。ちょっと待って、そこのバイク。止まって。俺様に命令しよったのか。だったらてめえらも引き殺してやるぞ。話の通じなさそうなやつだな。そうだチェイサー、例のやつやろう。例のやつってなんだっけ。例のやつ。ああ、例のやつね。はいはい、やります。ででーん、僕とモジャグリ君の合体技だい。はっはっは、なんだその間抜けな姿。そうだ、ちょうどいい。その間抜けな格好で俺様とレースしようじゃないか。勝ったらお前らの言うことなんでも聞いてやるぜ。なんでも言うこと聞いてくれるって、じゃあね、ちょうど今僕バイク欲しかったからさ、じゃあ僕たちがレースに勝ったら君僕のバイクになってよ。ああ、いいぜ、お安いご用だ。なっとろじゃねえか。さあレース。それでは私がスターターを務めさせていただきます。いいですか。この先の十字路がゴールです。そこまで先に着いた方が勝ちとなります。いいですね。それではレディーゴー。俺様の勝ち。行くぞチェイサー。ああ待って。1位はもらったぜ。何、そうはいかないぞこいつめ。このショーアルバイクめ、君の悪行は僕たちが許さないぞ。何言ってんだこのバカども、俺はカブだぞ。それと、ああ、曲がれない。なんだって。ガー、おいらも。お間抜けコンビにかばってる暇はねえ。もうゴールはすぐそこだ、行くぞ。くそー、なんとしてでも追いついてやる。頑張れ、もじゃくり君。さあ、間もなくゴールです。ちなみになぜ私がスタート地点からゴールまでワープしてるのかは突っ込まないでください。さてと、おっと、最初に見えてきたのはレーザー選手、続いて後ろからモジャグリ選手とレーザー選手の、あ、モジャグリ選手とチェイサー選手のチームが、もうダメだ、負けちゃう。ねえ、こうなったら、フルスピード。うわぁ、何これ。もう俺の勝ちは決まれた。今後の人生は俺様の好き放題にしてやるぜ。甘いぞレーザー。なんだとてめえら。おっと、モジャグリ選手の急激な追い上げで両チーム並んだ。くっそー、負けたらこいつのバイクにされてこき使われちまう。モジャグリ君頑張れ。さあ、果たして勝つのはどっちだ。なんと両者同時にゴール。ではビデオ判定を見てみましょう。なんとモジャグリ君の毛の先がわずかにレーザー選手を追い抜いています。この勝負、モジャグリ君とチェイサーのチームの勝ちです。やったー、すごいぞ。くそー、これでまた俺は人間どもにこき使われる人生に逆戻りか、ちくしょう。ねえ、最後に聞きたいんだけど、君ってどうしてこんな好き放題ばっかりするの。俺はもともと人間に飼いならされてたバイクなんだけど、その持ち主が俺のことをめちゃくちゃにこき使いやがるんだ。おまけにメンテナンスは全くしてくれないし、だから俺はぶち切れてそいつの家を抜け出して、こうやって好き放題やってるんだ。でもだからってやっぱり人を引き殺すのは良くないよ。うるせえ、俺はもうやけくそなんだ。バイクをこき使う人類どもに復讐をするために、どいつもこいつも引き殺してやる。だったらさ、僕のバイクになれば君を絶対にこき使ったりしない、メンテナンスもちゃんとするからね。わかった、そこまで言うんだったらいいぜ、てめえに従ってやる。本当嬉しい、ありがとう。気持ち悪い。というわけで君は今日から僕のバイクだよ、よろしくねレーザー君。はっ、まったく、週1回のメンテナンスは忘れんじゃねえぞ。分かってるって。そしてオイラはもう二度とチェイサーの乗り物にならなくて済むね。